ファインセーブでしたね。よく止めましたよね。山下、初瀬、山下、裏へ届くか。さあ宇佐美、今日はこのまま0対0で折り返すのでしょうか。バルセロナカウンターを仕掛けます。山本、もう一度組み立てます。素早いパスで攻め上がっていきます。山本から山下、裏のスペースを狙う。山田から宇佐美、シュート、先制。職人技と言うべきボールコントロール。キーパーの位置も見てたんでしょうけど、ボールコントロールも冷静でいいシュートでしたね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。1点取ったことで余裕が生まれるんでしょうね、はい、逆に相手は前がかりに来るでしょうから、慌てずに落ち着いた対処は必要ですよね。なるほど。山田から左サイド、インターセプト、ボールが上がった。決まった、追加点、決めてきました。頭で流し込んだ、見事。